雲に覆われた滋賀県の平山系。今朝山頂を白く染めたのは雪です。彦根地方気象台は平山の初冠雪を発表しました。平年より2日早く、去年より6日遅い観測です。琵琶湖のほとりには雪化粧した山の姿を収めようとスマートフォンを向ける人の姿もありました。一方、奈良市の奈良公園でも浮見堂が立つ鷺池の水面から白く立ち上るものが。冷たい空気が水面の上を流れることで発生する蒸気霧です。今朝の奈良市の最低気温は 5.7 度で、朝食中の鹿たちが吐く息も白くなっていました。冷え込みはオフィス街にも。大阪の淀屋橋ではコートやマフラーを身につけ、職場へと足早に向かう人の姿がありました。今朝の最低気温は大阪市で 7.1 度、京都市で 6.8 度など、近畿の23の地点で今季最低を記録しました。やっぱり寒いなってこうちょっとキュッてなりました。しばらくジャケットでよかったんですけど、もうコートじゃないとダメだなって思ったんで、もうコートです。はい、急に寒くなった、なんか秋っぽいのがないなっていう感じが、体がついていかないっていうのが、ね、ちょっとしんどいなっていうのはありますね。夜から雨も降って気温が下がってきた感じがしました。風とかやっぱり喉の調子をちょっと悪くすると大変ですので、ちょっと気をつけたいと思います。